ピカ・ウンチ・ライフ・イズ・ハード多分、ハッピーは嵐主演の日本映画。2002年に公開の前々作、ピカ・ウンチ・ライフ・イズ・ハードだけどハッピー。そしてその続編として2004年に公開された、ピカ・ウンチ・ライフ・イズ・ハードだから、ハッピーから10年を経て制作されたスピンオフ映画。単なる続編ではなく、2.5作という位置づけとされている。 次があるとすれば10年後と言っていたが、メンバーの発案によって制作が実現した。8年経ち、30代の大人となった5人が再会を果たす姿が描かれる。2014年6月中旬より撮影が開始され、映画のポスターは、セーラー服姿や長髪に、謎のヒッピースタイルなど5人それぞれが前作より8年、成長した姿で、6月下旬に、 都内の公園で撮影された。2015年2月25日に、ブルーレイと DVD が発売され、売り上げ8.5万枚で、DVD 放画部門2015年年間1位を記録した。当初は2014年8月1日より8月31日まで、東京ドームシティホールにて、限定公開予定だったが、2014年7月13日に、 チケットが発売されたところ、約25万枚のチケットが2日間で完売。ファンからの要望も多かったため、東京、大阪での公開のみだった全2作より範囲を拡大し、札幌、名古屋、福岡での地方拡大公開が決定した。5大都市合計で約36万人を動員予定。前作から10年、それぞれの道に進んだ4人は、 ひょんな出来事から再び屋潮で集まることになった。ありがとうございます。